とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワーシーズン5始まりました。今は裏技が使えて結構簡単なんですけども、修正される場合があります。修正されたら1回から30回まで自力で登らなきゃいけないのできついですよね。ということで1回から30回までの攻略やっていきたいと思います。投資でやると結構長くなってしまうので、1回から10回、11回から20回、21回から30回と3回に分けて投稿したいと思います。今回は1回から10回までです。それでは早速いきましょう。2回が結構きついです。それ以外はそこまでないかな。2階がとにかく、一番やられやすい場所だと思うので、2階をちょっと注意していってくださいね。2階は本当にね、攻略っていうかもう本当ゴリ押しで行くしか方法が今のところないので、うん、2階だけ注意してもらえれば、あとはまあスーッと行けると思いますよ。1階は特に問題ありません。めんどくさい敵もいませんし、いつも通りの戦いをしていけば簡単に倒せると思います。1階クリアです。で1階の報酬、ここで龍馬斧の持っていきましょう。これはね25階ぐらいまでずっと使えるので、ここで取っておきます。まあ、途中でね、同じ龍馬斧を変えるんだけどね。で、エンチャント、強打、入れてください。ここゾンビがいっぱい出ますので、ダメージが上がります。で、ネクロマンサーが2体出るんだけども、そいつらをどう早く倒すかが2階のポイントとなります。強打を入れてると、早く倒せるので、絶対入れてください。速攻でネクロマンサー狙っていきます。まず1体目。こいつを倒した後にレイスを叩きます。で、また、ネクロマンサーが出てくるので、ネクロマンサーをやりに行きましょう。とにかく、最初のネクロマンサーと、レイス一体、あいつを倒してしまえば、あとは楽です。まず、この強打をつけた状態で、ネクロマンサー特攻していきましょう。で、二体目のレイスとかはね、後で構いませんので、一体目のレイスが結構邪魔してくるんで、あいつは先に行きましょう。倒す順番としては、ネクロマンサー、レイス、ネクロマンサー。で、それから雑魚敵ですね。順番を守ってやっていってください。まあ、やられることはないとは思うんですけども、どうでしょうか。3階に行きます。ここは何もいりません。3階はクリーパーがね、ちょっと出てくるんだけども、まあ、そんな、脅威になるほどの数ではありません。出た瞬間に処理していきましょう。もう一回いきます。結構ね、離れてたりとかするとタイミング悪く爆発しちゃったりするので、まあできるだけ出現と同時に倒せるぐらいでやっていくと安全だと思います。この上からクリーパー2体来ますけども、特に問題はないと思いますね。クリアです。で、ここ報酬は何もいりません。で、エンチャント別に何もつけなくていいです。強打1がついてれば今のところ全然大丈夫ですので、行きましょう。で、ロイヤルガードいます。盾を砕いて、あとは近接でゴリゴリ倒していきます。で、あとはボウガンの敵が結構たくさん出るんですけども、まあ、位置取りをしっかりやっていけばダメージはもらわないと思うので大丈夫だと思います。あー失敗した。まあいいか。とにかく位置取り重要です。弓が飛んでこないような場所を選んで戦っていきましょう。さすがに集中砲火もらってしまうともろにダメージを食らいますので、位置取りで矢を回避するような形にしていきます。で、ここ地雷ですね。地雷を取っていってください。地雷がないと、まあ道中もちょっと
きつくなりますし、特に10階のボス、あいつを、地雷で最初ダメージを与えれば結構時短になりますので、地雷はまず持っていった方がいいですね。で、雲を2体倒した後は危ない、おお食らった、クリーパーモードに入ります。よし、2発食らうとやられてしまうので、もしも今みたいにダメージを負ってしまった場合は、すぐに回復をするようにしてください。5回クリアです。んで、ここ、何もいりません。クリーパー多いです。で、足元が滑ってちょっと動きが悪くなる可能性があるので、処理をしていくときには十分注意して処理していってください。結構鈍足の矢を打ってくるやつとかもいるんで、ちょっと注意なんですよね。ここうまいこと一体ずつでいいんで処理していってください。おう、あぶねえ、来た、 OK、 もうちょっと、いますね。クリーパーほんとここ多いので注意してください。あ、やばっ、今みたいにね、凍結を食らってると攻撃速度も遅くなるので、そこは注意でやってみてくださいね。6回クリアです。パワーシェイカー取っていきます。はい、でここもね、クリーパーが多いです。なので注意ですね。地雷とパワーシェイカーをうまいこと使って、処理していってください。1回目終わったら次シルバーフィッシュがいっぱい出てきます。で、あと2回敵が出てきておしまいですね。よっしゃ。で、最後の、強襲の時がちょっとクリーパーが多いです。なのでパワーシェイカーをつけてるとここは安心ですね。パワーシェイカーで処理していくと、そうすると安全に倒していけると思います。ここでようやく防具出るね。プレートアーマーです。プレートアーマーも最後まで使うので、取っていってください。エンチャントは、雪玉3。そして、変更2ですね。雪玉3と変更2入れていってください。今回のタワー結構弓が多いです。弓が多いので、変更がついてると、だいぶ楽になるので。変更は結構重要ですね。で、ここはジオマンサーが出てくるんだけども、まあ、地雷に気をつけてれば、別にそう問題視することもないので、大丈夫だと思います。はい。ジオマンサーが、全部で4体ぐらいいるのかな？うん。まあまあ、全然敵でもないと思うので、サクッといっちゃいましょう。で、商人ですね、ここの前にバーストクロスボウ取っておきます。で、商人で斧をパワーアップさせます。これ最後の方まで使っていくんでね、パワーは90ぐらいまであると安心だね。そして10階のボスです。ボスが出る場所が若干ね、このトーテムの上の方、ここら辺で地雷を使ってていいです。結構上の方に出現するので、じゃあ、で、ワンパンはできません。ワンパンはできないけども、ここぐらいまで HP を削ることができるので、必ず地雷で最初の一発目ダメージを与えるようにしましょう。結構ね、下の方に地雷を置いちゃうと敵が出る場所が上すぎるので当たらないこともあるので、位置取りっていうのはしっかりと覚えるようにしてください。では10回クリアですね。10回クリアしまして、報酬、ここ
こは何もいりません。はい、ということで今日はタワーシーズン5、1階から10階まで攻略していきました。途中ちょっと難しいところもあると思うんですけども、まあ、ポイントを押さえてしっかりやっていってみてください。やられることは、ちょっと慣れればなくなると思いますのでよろしくお願いします。では次は11階から20階までの攻略となっております。そちらもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。